はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、朝のトークとやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで昨日 YouTube ライブありがとうございました。さあ、いよいよ今日なんですけども、夜の10時からですね、ベスト4ついに準決勝のね、連盟対抗、ツイッター杯の模様をお伝えしていければなと思っております。はい、いやー、もうあっという間でしたね。なんだかんだ5月の初旬から始まって1ヶ月。さあ、そして来週の土曜日ですね、来週の今日でいよいよ、3位決定戦と決勝戦という形で、あっという間の1ヶ月半でしたけど、見ていただいている方が楽しんでいただけたら、そして参加していただいている方が、楽しんでいただけたらなら、よかったなと思います。はい、改めて、まあ、ベスト4まで来ましたけど、新しい問題とかもいろいろ生まれ中ではね、こう生まれながらも、なんとかここまで来れたなというような感じでございます。あとは、もう進んだ連盟様が、いかに楽しんでもらえるかというところを当日、今日ですね、夜、注力していきたいなと思っております。皆様お時間ありましたら、夜の10時から、生ライブで、2試合、2ブロックのですね、左の山右の山の試合をお届けいたしますので、ぜひ、楽しみにしていただければなと思います。さあ、そんなところで今日もやっていくんですけども、J リーグですね、まず来ておりまして、まあ、ここはガチャと検証動画も撮っておりますので、今日ですね、今日中に両方とも上がるかなと思うんですけども、楽しみにしていただければなと思います。ちょうど自分的にはですね、みすぎくんが欲しくて、まあ、理由としては、あの今ヘルナンデス技のキャラクター多くて、ドリコレとか翼とかみさきくんとかやっぱり多くて、即のシューター欲しかったんですけど、 OMF とかですね、でそこで、まあ、ヘルナンデス抜けそうなキャラクター欲しかったんで、ちょうどね狙ってって、今日まだ取れてないんですけど、どこかでヘルナンデス抜けるか検証とかもねやっていければとは思っているんですけども、実際ね、まあとりあえず取っておきたいなっていうところは石崎くん、さあそしてあと、周年に向けて、そうですね、力日本ベースが最近ね、あのフェス松山くんとかもそうですけど、力の日本っていうのが陰でこうちょこちょこね、赤井くんも含めて優秀なキャラクター増えてきてる中で、高杉くんだったりとかが、持ってても、いいような気もしますけど、まあ、ただね、どこまで行ってもね、強引なパスカットなんで、もう本当にこれはね、曽我くんだったり、井川のお兄ちゃんだったりもするんですけど、パスカ弱いと昨今ね非常に辛いんで、まあ、そういうところもどうなのかなとちょっとね悩みながらも、はい、いますけど、まあでもあとは滝くんですね。滝くんに関しては、まあ サイドマスターのね、日本でのね、のサイドマスター持ってるキャラって結構貴重なので、その辺は面白いかなと思います。はい、あと、トーマさんのね数値チェック、残りの箱キャラ系のキャラクターもですね、今日午後、アップ予定しておりますので、お時間ありましたら、これぜひご覧になっていただければ、まあ、こちらはライブでも何でもないのでアーカイブの方残っていくと思いますから、見ていけいただければなと思うんですけれども、ちょっと面白い今回ね、あの澤田くん非常にね数値良かったんじゃないかなと自分は思いました。はい、ね、まあうさぎ団長がどういう風に使うかっていうね、うさぎ団長さんの方の動画を見ていただいた方がいいかなと思うんですけど、あとちょっと気になったのが、ドサンコどこ行った、ドサンコ、何から伝えればいいのかわからない、いた、はい、ここですね、まだ育ってないですけど、24000、まあシュート値パス強いんですけど、正確なパス A なんですが、カジバ、またこれもカジバなんですけど、ポイントはですね松山なんですよ。松山コブでプラス7%、これはね結構すごいんじゃないかなと思って、で絆も 2.5 というところで結構軽めなキャラクターなので、まあ、サイドの方に飾りで置いといてもいいかなと思うんですけど、キックオフの時にすぐ渡して、面白いかなと、 7% なんですよね。はい、でそう、ま、でマッチアップで勝つにはこのパスをうまく活かしたいなと思うんですけど、それがこちら
ちらですね、こちらのハーフルサークルフォーメーションっていう A1-2 のソロ1-2技がありますので、こちらを使うことで、まあ、サイドとかでキックオフとかでね、まあ、あのうまく抜けるキャラがいれば松山くんが鼓舞されるというので、あの、ね、フェス松山だったりとか、論集松山とか使うときにこのキャラクターいて鼓舞とかを使いながら松山くんをうまく、ね、7% 7% ってでかいですよね、2人分、まあ、絆2人分くらいですか、まあ、3、4と3とかだったりとか、そういう高い、ね、絆のキャラ2人分くらいさらに上げれますから、非常にねちょっと面白いキャラクターではないかなと思います。はい、でちょうどねあのドリフェスと合わせて力力という形で合わせてきたので、まあ、プラス1体ね力誰か入れれば、ね、まあ、小田くんがマッチアップで勝てばそういう風な、コブが働いて 7% 上がると、 33% とかも投げてれば 40% の松山くんってだいぶ強いんじゃないかなと思うんですけど、はい、あと、多分うさぎ団長さんの方でね多分やっていくと思うんですが、箱が強いんですよね。でもねやっぱりどこも行っても箱でやっぱり強くしてくれてますね。その辺は、始めたばかりの人の方、始めたばかりの方だったれば4突できますので、特にタックルねこのステなので非常に十分、しかもクラブ選手キラーに関しては 20% アップするというところで、ただパスカット持ってる人がどれくらいいるかですよね。あ、これ持ってんだこのキャラ、取ったな。はい、この人ブロックタックル S です。で、このキャラクターですね。このキャラクターが余ってれば、ガッツあふれるパスカットっていうのが440で、移植できるので、あとはもう、ね、SR だったり箱キャラだったりするんですけど、まあ、このキャラクター使うんであれば、S パスか移植するっていうのがいいんじゃないかなと思います。自分はどうなってるんだ、技。日本ディフェンダー、あ、じゃあ即日本ディフェンダー大丈夫かな、即日本、あ、1枚余ってましたね、これ1枚余ってるって言えのかな、覚醒、あ、覚醒して、あ、いますね、はい、いますのでこれを移植できます。はい、これを移植して、やっていくというような形になるかなと思います。はい、なので、まあ、そうすることで、まあ、箱キャラなんですけどだいぶ強いね、あの沢田くんできるんじゃないかなと思いますけど、ただねもうイベントキャラで、イベントというか配布キャラでこれくらい強い状態なので、あと今回絆がねプラス 3.5 っていう風になってきておりますから、なんとなくね4周年はチームスキルはそこまで動かさず、まあ、バリエーションが少し変わる、バリエーションの追加とかはあるかなと思うんですけど、まあ、チームスキル 60% っていうところは変わらず、絆が、まあ、4% が標準くらいになって、まあ、デバフだったり特殊な、パラメータアップするような技がある、もしくは、封印とか、そうですね、特殊な、例えば、デバフブロックとかそういうものを持っている場合は絆が 3% 台みたいなブーストのさせ方をしてくるのかなと。そうするとね必然的にはキャラクターの入れ替えをしなきゃいけないっていうのは去年と一緒なんですけども、まあ、チームスキルが上がらないから、まあ、そんなにブーイングならないでしょうみたいなような落としどころにしていくんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。はい、まあ、水木くんに関しては若林抜くのは結構ね最終ステージでも結構至難の技かなとは思うんですけど、その辺は、まあ、今回のね G のヘルナンデスを抜くためとかには非常にいいと思うんですけど、カリウサスとかはねちょっと抜きづらいのかなと思います。はい、まあ、あとは、あ、カリウサス、そうですね、いいですね。でレシャール、レシャールに関しては、まあ、クラブキラーね発動していってしまうので、レシャールもまあカジバの最終状態とかであればワンチャンっていうレベルなのかなとちょっと自分は思うんですけど、はい、皆さんいかがですかね。まあでも最終捨てだったらまあ比較的ね4万とか4万2000とか出せる人いらっしゃると思いますので、うん、まあ、抜いてはいけるかもしれないですね。はい、さあ、そんなところで今日はもう今週やることいっぱいありますね。はい、連盟対抗戦の準備があるかなっていうのと、シナリオですね、まあ、ミッションを忘れないようにというところなんですけども、タイムアタック、そして、
カップ戦というところで、やること盛りだくさんというような、週末から、来週の金曜日にかけてという形になっておりますので、なるべくねちょっと戦いの方やっていきたいなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったら今日の夜の10時ぜひね、あの日本の国内最高峰の連盟さんの戦いになると思いますので、ぜひ、遊びに来ていただければなと思います。よかったら、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。